円通寺は愛知県名古屋市厚田区神宮にある総統州の寺院。三号は札山。本尊は釈迦如来。かつては静岡県にある夫妻寺の末寺であった。一般には秋、葉山円通寺などの呼び名で知られる。始まりは尾張国の豪族であった尾張氏が厚田社に神宮寺として混流したものとされる。 公認年間に当地を訪れた空海がこの地に、小社会を築いて、自ら掘った11面間の雲像を安置したと伝える。広大、田島市によって、伽藍が混流され、受け会議本を解散として、小路山遠藤理事として開かれたが、三号はその後に、現在のものに改められた。なお、会記念については、明徳2年、下吉年間、宝徳年間など諸説ある。 法暦7年にガランの大造営が行われたが、1891年の農美地震で全て倒壊し、1907年になって本堂が建て直されるなどしたものの、これらは1945年の名古屋大空襲によって消失、戦後に再建された。秋は本殿も1960年に再建されたものである。かつては1700坪に及ぶ地域を持ち、 縁日や毎月1日と15日には、見せ物小屋やからくり小屋なども出たという。日渡り神事この地に寺が開かれて、多くの修行像が集まった中に、一人の僧に姿を変えた秋葉三尺坊がおり、長年の修行を経て、影響年間ついに沈暴加職の秘宝を得たという。喜びのあまり本当の姿を見せた三尺坊は、寺の主語を受けしたと伝わり、これに由来して、 秋葉三尺棒大根源や、羽根の秋葉などの通称で呼ばれている。毎年12月16日に行われる日渡り神事は、境内に島四方の大醐を焚き、加剖守護、著難消滅、福徳延命などを祈願してその上を、主言者や信者が裸足で渡るもので、毎年多くの人が訪れる。ありがとうございます。